21世紀初め、日本人宇宙飛行士が初の長期滞在ミッションを成功させました。その偉業を成し遂げた彼は、さらに世間を驚かせる発言をしたのです。匂わない下着の着用実験は成功した。1ヶ月間着用し続けたのに、仲間は気づかず文句も言われなかった。地球から遠く離れた宇宙空間で1ヶ月間も同じものを着用し続けられる、そんな常識外れの快適さを実現したのが MXP なのです。MXP とは、 JAXA とゴールドウィンが宇宙飛行士向けに開発した消臭素材マキシフレッシュを採用したブランド。この革新的な素材を一般市場向けに応用し、さまざまなウェアを展開。宇宙での使用に耐えうる高い消臭機能の秘密は、匂いの発生原理に着目した独自の技術にあります。では、私たちの体から発する匂い、それはどのようにして生まれるのか。体の匂いの原因は皮膚ガスというガスが出るからなんですね。この皮膚ガスの放散経路には3通りあります。一つは表面反応由来といいまして、汗や皮脂、これがですね、分解することによって匂い物質に変わるパターンです。実は汗はもともと無臭なんですけども、これが皮膚の表面にいる常在菌、これバクテリアがいるんですね。これがパクパク食べて分解することによって発生するものです。サラサラした汗をかいている分にはあまり問題にならないんですけども、ちょっとベタベタした汗が出る方は要注意です。2つ目は血液由来といいまして、例えば食べたもの、これがですね、私たちご飯食べますけども、これがお腹の中で分解されていきます。それが血液の流れに乗って全身を循環している最中に皮膚の表面から発生してくるものです。まあ、その他にもお酒を飲んだ時のお酒の匂い、あるいはタバコを吸われる方ですね、このタバコの匂いなんかもやっぱり皮膚の表面から発生してしまいます。3つ目は感染由来といいまして、これはですね、もともと汗というのは血液が原料です。血液の中の成分が一旦汗に移って発汗とともに、ガスとして出てくる、こういうパターンがあります。多岐にわたる体から発する匂いの原因、そんな厄介な問題に対する解決策が、原因物質に直接アプローチする MXP の消臭メカニズムなのです。 MXP はですね、体から出る匂いということで、特に汗の匂いであったり、加齢臭の元になるノネナルというものを消す、そういうような消臭機能があります。マキシフレッシュはですね、ユーカリなどを原料にした繊維を形成するものに、カルボキシル基というもの、特別なものをこの繊維につけてます。それによってもう汗の匂いや加齢臭の匂いの原因菌を消臭してくれる、そういうような仕組みになってます。体から出る匂いっていうのは、どうしても着てる限りは必ず、しかも自分が臭いっていうよりか匂いがついたウェアが臭くなるっていうところが課題かなというふうに思ってまして、ウェアが内側から出る匂いに対してケアをするっていうところをポイントに置いてます。その消臭技術の具体的な効果とは、3つありまして、1つが消臭のスピード、一般的な吸着による消臭ではなくて中和反応によるものなので、本当に一瞬で消臭してくれます。それから2つ目が、消臭のキャパシティ、上下ウェアを着用した場合ですね、4リットルもの汗の匂いというのを消臭することが可能です。登山で言えば、20時間から40時間ぐらい着用し続けたという場合であったり、プロのサッカー選手が90分間プレーをした場合の消臭のキャパシティとなります。で、もう一つ三つ目が、消臭効果のですね、持続性、耐久性になります。洗濯することによってですね、逆に化学変化した物質というのが流れで出てしまうためですね、再びカルボシキル基でアンモニアを捕まえることができるようになります。ボロボロにならない限りは消臭の機能は劣化しません。この優れた消臭力のアイデアはどのようにして生まれたのか、その答えは意外な場所にありました。何人かのアスリートの人に
ベースレイヤーの開発してる時に、まあ、何がストレスですかって聞いたら、まあ、一番はやっぱり寒さだっていう話だったんですけど、二つ目に匂いっていうのが出て、まあ、想像以上に匂いっていうのがこうスポーツとかアウトドアの世界ですごく重要なあのストレスの一つなんだなっていうふうに思って、解決できないかっていうことで始めたのが一番最初だったなと思います。まあ、匂いって言っても世の中たくさんいろんな匂いがあるんだけれども、スポーツをした時とかした後に出る匂いっていうのが、まあ、何かっていうのはちょっとあんまり僕らもはっきり分かってなかったので、アプローチの方法がいろいろあったんですけど、当時なんかそれを絞り込めずにいたっていうところ、この匂いを解決しようっていうところにたどり着くまで少し時間がかかったっていうのと、あとは一般的にはやっぱ抗菌、菌を抑えることで匂いがなるべく出ないようにしようっていうのが一般的な汗臭対策としてはあったんですけど、どうしてもやっぱ汗の量が多い、着てる時間が長い、まあ、そうなってくるとやっぱ菌を抑えるにしても結局菌っていうのはどっかからつくもんではなくて、皮膚の常在菌であるとか皮脂であるとか、まあ、そういったものが悪さをするので、ってなると、まあ、菌を抑えるだけだとなかなか抑えきれない、たくさんのキャパシティを、消臭のキャパシティを持った素材開発が必要だなっていうので、まあ、そこがやっぱりかなり苦労した、やっぱり世の中にいなかったんじゃないかなと当時思いますけど、富山のですね、今テックラボって呼んでるんですけど、当時はテクノロジーセンターって言ってたところで、そこはなんかいろんなその匂いだけじゃなくて宇宙に行く人たちにとって何が必要かっていうことをこう揉んでたプロジェクトがあるんですけど、その中でおそらくいくつかの要素の中に匂いっていうのが結構大きなタスクとしてあって、まあ、結果的にやっぱり宇宙もアウトドアも一緒なんじゃないかっていうことで両軸で開発が進んで、結果的には下着だったと思うんですけど持ってってもらったっていうのが流れですね。山から宇宙へ、そして日常へ、特別な環境から生まれた匂いへの新たなアプローチ、今私たちの日常生活を変えようとしています。では日常生活における匂いの問題とは、まあ、これは一つはですね、生活の習慣、まあ、これがですね少し乱れることによって発生する場合が多いです。まあ、ですけど私たちはこう現代社会はですね忙しいですからね、なかなかこうですね、規律正しい生活は難しいです。ですからね、次の3点をねまずね心がけていただければと思います。一つはですね、汗をかく習慣をつける。実は汗をかくと臭くなるからね、心配になる方多いと思うんですけども、実はですね、汗腺を鍛えて汗が出るようになりますとサラサラした汗になりまして、これが意外と臭いにくいんです。むしろ汗をかかないようにですね、エアコンとかガンガン浴びてですね我慢してますと余計こうベトベトした汗になりまして匂いの元になりやすいです。それから2つ目はストレスをためないということですね。体のストレス、それから心のストレス、これがですねアンモニアの原因になります。まあ、アンモニアは疲労臭と言われまして、腹にツーンとくる匂いがありますので、ぜひこのねストレスをためないような、そういったことに心がけていただきたいですね。3つ目はですね、食生活です。バランスの取れた食生活というのが大事です。例えばお肉やお魚、これ好きな方多いと思いますけども、肉や魚に偏りますと実はこれタンパク質を含んでいますのでアンモニアの原料になります。ですからそれを食べますと血中のアンモニア濃度が高くなりまして、皮膚の表面からですね出てくるアンモニアも増えてしまうんですね。ですのでバランスの良い食事を取られるとよろしいかと思います。なんかニュートラルな状態って、まあ、車のギアによく例えるんですけど、車のニュートラルって使う意識ってないじゃないですか。前に行くときも後ろに行くときも必ずニュートラル通るって、そのニュートラルが何であるかって人はやっぱりあんまり意識してなくて、で健康とかも似てて、体がいい状態とか悪い状態っていうのは自分で自覚をするんだけど、自分が一番いい状態っていうかこうニュートラルの状態ってあんまり意識されてないわけですよね。まあ、意識されてないものをどうやって良くしていくかってことだと思うんですけど、匂いなんかで言うと何にも意識してなくても出ちゃうと。だけど何にも意識しなくても出ないようにしてあげたら、こう気にしてなくてもいいってすごく大事なんじゃないかなって思ってまして、体温調整とか速乾性とかよりも結構日常に一番必要な機能なんじゃないかなって思ってですね、 MXP があることによって匂いに対して心配になったりとか不安になったりとかしなくてもいいようにできるんだったら、すごくそれって役に立つんじゃないかなって思ってます。匂いのない快適な毎日は心と体を整えることから始まる。匂わないを着る、これが
MXP の提案する新しいライフスタイル。